はいどうも皆様こんばっぱパルでございます。ということで今回はですねクロセカのメインキャラ26名のうちカード内で最も多く目を閉じているキャラは誰なのかというのを調べてランキングを作成してまいりました。というわけで第1回瞳を閉じて選手権、2回目以降の予定はありません。で、一口で目を閉じていると言っても片目を閉じている場合と両目を閉じている場合があるじゃないですか。今回は一旦片目部門と両目部門に分けてランキングを作成させていただいて、最後に片目と両目を合わせた総合ランキングを発表という形にさせていただきたいと思います。それぞれの部門でね、一体誰が第1位に輝くのかなんてのを予想しながら楽しんでいただけるとありがたいです。そして今回もね、前回のランキング動画同様をいくつかルールを設けながら目を閉じている回数を数えさせていただきましたので、例となるカードを見ながらそちらをご説明させていただきます。まずはこちらのミクちゃんのイラストを見ていただきたいんですけど、こんな感じで瞳の色が見えていない状態であれば両目が閉じているとしてカウントさせていただきました。あとは特訓前と特訓後は別のカードとして扱わせていただきましたので、このミクちゃんの場合前と後で合わせてカウントが2つ増えるって感じですね。あとはこんな感じで目が片方しか見えていない場合があるじゃないですか。この場合両目が閉じているとしてカウントさせていただきますし、このミクちゃんなんかは両目が開いているという判定なのでノーカウントとさせていただいたって感じですね。それからこのミクちゃんのカードにレン君が描かれてるじゃないですか。このレン君もしっかりと両目が閉じているとしてカウントさせていただきました。誰のカードかというのは関係なく、カード内に描かれているキャラは問答無用で目を閉じている回数を数えていったって感じですね。あとはこんな感じで髪とか仮面とか手とかで目が隠れている場合があるんですけど、これは閉じているわけではないのでそもそもカウントしておりません。ノーカウントです。それからこういった吹き出し内で目を閉じているキャラがいるんですけど、これはカウントさせていただきました。このカードの場合ミクちゃんとルカネーの両目カウントが一つずつ増えるって感じですね。あとはキャラの形を模した小物類でこのしずくさんみたいに目を閉じているキャラがいるんですけど、これはノーカウントとさせていただきました。小物類はあくまでも小物類って感じの扱いですね。ではそんな感じで長くなってしまいましたが、本編のランキングの方に入らせていただきたいと思います。最初に片目部門と両目部門のトップ5を発表して、次に2つの部門の全体順位を発表させていただいて、最後に両部門での数を足した総合結果を発表して終了って感じで進行したいと思います。では行こう。はい、まずは片目部門の第5位から。第5位はなんと4人がランクインしており、閉じている回数が6回ですね。その4人がレン君、ルカネー、アンちゃん、つかさくん。はい、この4人ということで、なんだろうな、この漂う陽の雰囲気、一旦この4人がいれば場の空気がめちゃくちゃ上手くなること間違いなしって感じのメンツですよね。私の陰で中和してあげなきゃ。では続きまして第4位、こちらはただ1人のみランクインとなりました。閉じてる回数は7回で、はるかちゃんが第4位としてランクインしました。はるかちゃんはね、めちゃくちゃ自然にウィンクとかしてるイメージがありますよね。さすがアイドル。これにはみのりちゃんもにっこり超えて大興奮と。はい、お次が第3位、こちらには2人がランクインしており、閉じてる回数は9回ですね。その2人が愛理ちゃん、そしてメイコさんですね。愛理ちゃんもね、刃を覗かせながらウインクしてるみたいな場面とか印象的ですし、メイコさんもね、好きあらばウインクして我々を魅了してくるイメージがありますよね。なんかこの2人を並べた時、キュートとセクシーなウインクみたいな感じでちゃんと特徴が出てるのもポイント高いですよね。では続きまして第2位の発表です。こちらには1人のみがランクインしまして、閉じてる回数は11回でした。それがりんちゃんですね。いやー、りんちゃんは多いよな。これのね、集計をする前に自分の予想ではりんちゃんが1位なんじゃないかななんて思ってたくらいなんですけど、まあ惜しくも2位ということでね、ギリ1位ではなかったんですけど、イメージ通りちゃんと上位に食い込む結果で、りんちゃん推しとしては嬉しい限りですね。ではでは固め部門栄えある第1位の発表です。閉じてる回数はりんちゃんより1回多い12回で、ミクちゃんとなりました。
おめでとうございます。いや、みくちゃんもちゃんと多かったですね。もうね、みくちゃんとりんちゃんでワンツーフィニッシュだったら個人的には文句なしです。今後もプロセカ内のウインク界隈を2人で引っ張っていってほしいですね。はい、ウインク界隈ってなんだ。ではお次は両面部門の発表ですね。こちらも同じく第5位からということでランクインしたのは1人のみとなっております。目を閉じている回数が11回です。それがしずくさんですね。しずくさんはね、やっぱりこうあらあらふふみたいな感じで優しく微笑んでることが多い印象だったので無事ランクインと。個人的にはもうちょっと順位上かなって思ってたんですけど、まあ、しずくさんの笑顔には何度も癒されてるからこそもっと多く微笑んでる印象が強かったってことですかね。続きまして第4位の発表です。こちらも1人のみランクインということで目を閉じている回数が12回となっております。それがりんちゃんですね。いやー、りんちゃんはウインクだけじゃなく笑顔も多いですからね。そりゃもうこちらでもしっかりランクインいたしますよいと。これには四つ角のりんちゃんも狂気乱舞。はい、お次は第3位ということでこちらはなんと3人がランクインしてますね。目を閉じている回数は13回。それがみくちゃん、さきちゃん、つかさくん。はい、この3名ですね。まあまあまあ、ワンモアみくちゃん&つかさくんはもはや当然として両目部門では妹のさきちゃんもランクインですね。さきちゃんは笑顔ももちろん多いんですけど、こうすやすやと寝てる場面も結構多かったんですよね。まあそれで回数が自然と増えていったって感じですね。みくちゃんプラス兄弟揃っての第3位おめでとうございます。はい、続いては第2位の発表です。こちらは2人がランクインして目を閉じてる回数が15回となっております。それがコナミちゃん、コハネちゃん。はい、この2人ですね。いやー、この2人もめちゃくちゃ笑顔が多いイメージありますよね。しかもね、さっきの固め部門のあえりちゃんとめいこさんみたいな感じで違うタイプの笑顔の2人でランクインっていうのもまたいいですよね。コナママはこうみんなを見守る感じの笑顔で、コハネちゃんはまさに小動物のような可愛さの笑顔みたいな感じでね、この2人には本当にずっと笑顔でいてほしいものです。あとは真冬を笑顔にしてくれれば私は満足。ではお待たせしました、両目部門第1位の発表となります。皆様しっかりと予想はできているでしょうか。第1位に輝いたのはただ一人のみ、目を閉じている回数が16回で、まさに笑顔が似合うと言ったらこの子、大鳥 M ちゃんですね。いや、これはね、予想できた方も多いんじゃないですかね。やっぱり M ちゃんといえば屈託のない笑顔が最高ですからね。もう笑顔じゃない M ちゃんなんて見たことないですからね。はい、まあ適当なざれ言は置いといて、 M ちゃんがいるだけでね、その場の空気がワンダホイしてみんな笑顔になっていきますからね。個人的にこの1位は超納得の結果でした。てか、なんだろうな、いつの間にか瞳を閉じて選手権から笑顔が素敵選手権に変わってる気がするわ。はい、では次に固め部門での全体順位を発表したいと思います。まあ文字だけの結果発表ではありますが、一応自分が気になった部分だけは語ろうかなって感じですね。では固め部門の全体順位がこちらです。いやー、いちかちゃんとね、とうやくんが片目を閉じてる回数がまさかの0回っていうのも驚きましたし、真冬ちゃんとかなでちゃんの順位にもある意味安心感を覚えましたね。しかもこの2人に関してはウインクとかじゃないですからね。あとは日の森姉妹が1回だけとはいえ同じ順位に並んでいるのも何回ですよね。そして両目部門1位だった M ちゃんが片目部門ではたったの4回だけだったっていうのも意外でしたね。あとは皆様おのおの一時停止などしてご確認いただけるとありがたいです。では続きまして両目部門の全体順位ですね。こちらも同じく文字だけの発表となります。それがこちらです。はい、こちらは12位に東雲兄弟の2人が一緒にランクインしておりまして、まあ、さっきの日の森姉妹といい何かしらこう神からの力が働いてる説が出てきましたね。あとは6位にね、またあえりちゃんとめいこさんが同率順位で入ってるんですよね。なんか運命的なものを感じちゃいますよね、これには。まあでもこの2人ペアで映ってる回数1回なんだよな。はい、では最後に総合結果の発表です。まあ片目部門と両目部門の数を足しただけなんで、もうすでに結果は分かっていると思いますが、総合結果はこんな感じとなりました。第3位はほなちゃんと M ちゃん、第2位はりんちゃん、そして第1位はみくちゃんという結果となりました。いやー、トップ3強い、まさに笑顔の化身たちって感じですよね。で、逆に最下位はとうやくんですね。片目と両目を合わせても2枚しか目をつむったカードが存在していないという結果となりました。てかねねちゃんも少ないですね。まあでも確かにニッコニコの笑顔ってイメージよりかはこう優しい表情で静かに笑ってる方がねねちゃんらしさがありますもんね。あとはいちかちゃんも少なかった
かったね。しほちゃんとかはさすがに少ないだろうなって思ってたんだけど、そのしほちゃんと本当に大差ないくらいしか目を閉じていないのはちょっと意外でした。まあレオニ単位で言えばほなちゃんとさきちゃんが3位と5位にいるんで、ユニット的にはめちゃくちゃバランスいいって感じなんですかね。まあバランスの良さで言えばワンダショもそれに該当するかな。まあこれもね、あとは各々お好きなようにご確認いただけるとありがたいです。はい、そんなわけで今回こんな感じなんですけど、皆様いかがだったでしょうか。ご自身の予想は当たってましたかね。そして各々の推しは何位に入っていたでしょうか。僕自身はね、真冬ちゃんが最推しなんですけど、まあ調べる前からめちゃくちゃ少ないだろうなって思ってました。総合でも下から3番目ですし、しかも真冬ちゃんが目を閉じているカードって、この片目を閉じているカードを除いて他の子がメインのカード内で目をつむってるんですよ。自身がメインのカードでは割と常にお目目がんびらきっていうね、真冬ちゃんの心の底からの笑顔が描かれたカードの実装お待ちしております。ところでこれ何の動画だっけ。